グリーンランドの音楽は、イヌイットとデンマークという二つの主要な音楽の伝統要素が混合し、さらにアメリカ合衆国と英国の音楽が影響して混ざり合ってできたものである。最大のレコードレーベルは、シシミュートシシミット発信のユロで、このレーベルは、マリック・ホーフ、マリック・フーイグとカルステンソン・メルカーステン・ゾマーが設立したものである。ユロは、 スメスメのようなグリーンランドのロックバンドや、ラスムスルベルトラスマスライバースのような、ポップミュージックシンガー、また、ヌークポスイー、ヌークポステのようなヒップホップミュージックのクルーに加えて、イヌイットのフォークミュージックも発売している。現代グリーンランド音楽の要素は、ジャズミュージシャンである、クリスティアンブラック・クリスチンブラックの音楽中にも、使われている。音楽から見た、グリーンランドの特徴は、 グリーンランドのドラマーであるハンスローゼンベリ、ハンスローゼンバーグの述べるところでは音楽的に言ってまた文字通りにも歴然たるロックの国だとされる。デンマーク外務省はグリーンランドの音楽はドラムダンスを除いてすべて外部のスタイルの影響を受けたものだと述べている。グリーンランドのイヌイットとデンマーク人は共にそれぞれ特徴あるフォークミュージックのスタイルを保持してきた。 国全体においてフォークミュージックの伝統として物語老称が伝わっていたが、1857年の南グリーンランド印刷出版の登場の後、この伝統は著しく衰退した。ヨーロッパとの接触後にも生き残った伝統音楽は、島の東部及び北東部で、その最も良質な姿を見ることができる。これには木製の枠の上に熊の膀胱を貼った。 楕円形のドラムで演奏される聖なるドラムダンスが含まれる。ドラムダンスはグリーンランドにおける唯一神聖の土着音楽であり、近代におけるフォークリバイバルの一部である。シャーマンたちは宗教的行事の一環としてドラムを使用し、また時として争いの決着のためライバル同士がドラムの演奏で競争し、結果として 聴衆から最も笑いを得た側が勝者となる歌合戦を主催した。イヌイットのドラムダンスは伝統として衰退しつつあり、現代のグリーンランドでは仮面をつけ、顔面に塗料を塗り、またその他の手法によって土着音楽の要素を援用するシラミウトサイレムヤットのようなアマチュアの舞台グループがドラムダンスにとって変わりつつある。ピセクピーセクは日常生活に関して、 意見を述べる、個人的な歌の様式であり、しばしば世代から世代へと継承されてきた。グリーンランドのイヌイットのフォークソングは、物語を語ったり、ゲームをしたり、他者をからかったり、あるいは魅了させ、楽しませる目的で歌われ演奏された。グリーンランドのイヌイットは、カナダ領であるユーコン、ヌナブト、そして、ノースウェスト巡州にまたがって居住している連獣の人々と、 音楽伝統を共有している。加えて、アメリカ合衆国のアラスカ州及び東部ロシアの一部の人々とも伝統を共有している。グリーンランドのイヌイットは、東部北極圏イヌイットグループに属する。カナダとアラスカの東部北極圏イヌイットは、中部北極圏イヌイットと同様の音楽文化圏に属し、西部イヌイットの独特なスタイルとは対照的である。 グリーンランドイヌイットの音楽は歌唱とドラム演奏に大きく一挙しており、校舎は一般に大きな儀式の虚構やその他の集会専門に使用される。ボーカルによるフォーク音楽が多数存在するにもかかわらず、歌唱や踊りを伴わない、純粋に楽器だけの音楽の伝統はイヌイットには存在しない。グリーンランドのドラムは大部分が木製の枠の上に重皮を貼って作り、 ドラマーごとに独自の装飾的、象徴的モチーフで飾り付けを行った枠形ドラムである。ドラムに加えて、ホイッスル、ウナリータ、そしてブザーが広くルフしており、また、おそらく近年の輸入品である、ビアボンとフィドルの二つの楽器の使用も見られる。ドラムダンスグリーンランドのドラムダンスは、東部および中央カナダで見られる、禁煙の踊り同様、一人の踊り手を基本とし、 彼は自分が踊る間に家族が歌う歌を自身で作詞、作曲する。踊り手は通常ドラムダンスのような共同体の行事のために立てられる。鍵鍵ギギ、つまり雪の家の中で踊る。踊り手である男たちそれぞれのドラムダンスの技量は長く続く踊りにどれだけ彼が耐えられるか、また彼が作った歌の質で評価される。ドラムダンスは グリーンランド・イン・イットの文化的社会的中体にとって重要な要素であり、個人の表現として純粋なエンターテインメントとして、そして社会的最低の手段として機能する。多くのドラムダンスは本来的に競技であり、歌中継艇と称される二人の踊り手を特徴とし、彼らは相手側の踊りの欠点を指摘しつつユーモラスに歌い踊る。これは一般には気楽で、 宴会気分の行事であるが、しかしまた、時として、対立する一族や、個人の間の真剣な争いに決着をつけるためにも、行われる。踊りにおいて披露する冗談は、あらかじめに、準備されており、最も大きな笑いを、聴衆から引き出したものが勝者とみなされる。フォークソングにおけるその他の伝統多くのイヌイットの、フォークゲームは、同様に歌を軸に展開する。 あやとりやかくれんぼ、ジャグリングに、応援遊び、そしてなぞなぞなどである。喉歌かち弱の伝統もよく知られている。これは、互いに対面して立った二人の女性の間で行われる声の競争である。二人は、喉歌を使ったり、動物の鳴き声や、その他の音を模倣して、歌を歌う。片樹弱は、しばしば二人の女性が笑い出すことで終わりとなる、ゲームである。 ドラムダンスやゲームの歌に加えて、グリーンランドのイヌイットは、ピセクソングピーセクの伝統も持っている。これらの歌は、深い意味やスピリチュアルな要素、迷信的な内容を持ち、また説話的でドラムダンス用に作曲されることがある。歌のゲームに加えて、ピセク及びその他のボーカルの伝統は、多数のスタイルやトーンを含んでおり、これらのスタイルやトーンは、 実演での社会的コンテクストに応じて変化する。例えば、ソフトなボーカルの音調は、説話的な歌における人物の性格描写と、プライベートな背景を持つ個人の歌の両方で、使用される。多くの歌は、おびただしい男や、アイやヤインガややヤインガのような、辞書には載っていない音節の間に、少数の実在する単語を、まき散らしたような形で使用する。イヌイットの歌は、 ストルフィック歌であり、大部分が6個の異なるピッチを使用する。歌詞や旋律でのモチーフは、節の間で共通している。歌は、その単語の長さとアクセント配置で韻律が決まり、レチタティーボに似たスタイルを備える。デイエンジンの到来とともに、ヨーロッパを起源とする新しい楽器や音楽の形式がポピュラーとなった。例えば、フィドルやアコーディオンなどの楽器。 キリスト教の賛美歌などである。一方では、モラビアの宣教師たちが、バイオリンや金管楽器、そして純粋なインストルメンタルミュージックを導入した。とはいえ、モラビアから輸入されたスタイルで、最も影響力の大きかったものは、多声合唱体であった。ここから、ミクミックのような現代のポピュラーなボーカルグループが、生まれている。カラトゥーとカラトゥーエットは、 長く持続する形式のイヌイットのポルカであり、この形式でポピュラーソングが生み出され、ルイス・アンドレア戦、ルイス・アンデリアシンのようなアコーディオン演奏の名手が誕生した。バイガとバガットと呼ばれる現代のスタイルもまた存在し、これはカントリーミュージックに類似している。幾人かのヨーロッパのクラシック音楽の作曲家は、ポール・ロフシング、オルセン・ポール・ローフシング、オルセンや、 アドリアン・バーノン・フィッシュ、エイドリアン・バーノン・フィッシュを含めて、グリーンランド的な主題を彼らの音楽で使っている。現代の作曲家であるマッツ・ルーム・ホールズ、マッツ・ラム・ホールとは、また、オーケストラ、北方の声ノーザン・ボイセズのメンバーであり、オーケストラ、ノー・ウェア・ランドや、ボーカル・バンドである、ノー・オフェンスのシンガーでもあるが、近年、知名度が上がってきている。彼の作品である、シャーマンは、 2004年から2005年の北極西軍文化フェスティバルエトワール・パレアーズアークティック・カルチャー・フェスティバルで上演されたが、現代的なスタイルとテクノロジーを備えるフュージョンの伝統的グリーンランド音楽によって北欧会議・ノルディック・カウンシルの音楽賞にノミネートされた。北欧会議・ザ・ノルディックは彼の作品について現代の文化言語を通じて 伝統的なグリーンランド文化とのコミュニケーションの可能性を探求している。すなわち、一方で、オリジナルの文化伝統に対する敬意を保ちつつ、他方で伝統をより、広範囲な現代の徴収へと伝えるという形においてと述べている。グリーンランドの国家は、ヌーナープというトクカースンガレーベトであり、これは、祖国よ、何時灰と清掃がされるの意味である。 この歌は1916年以来公式なものとなっているが、ヨナタン・ペテルセン、ジョナサン・ピーターセンが作曲し、歌詞はヘンリックルンド・ヘンリックルンドによる。二人は共にグリーンランド人である。グリーンランドは20世紀中央に至るまで現代の北、アメリカ及びヨーロッパのポピュラー音楽から孤立してあった。初期のポピュラーグループとして先駆的なローカルグループの ニューク・オリンズ・ジャズ・バンドニューク・オーリンズ・ジャズ・バンドがある。グリーンランドのロックとポップは、1973年に、ユロが、ロックバンドである、スメスメの、スムとスーモットをリリースしたとき、本格的に始まった。グリーンランドの総人口のおよそ20%が、この曲を購入した。この曲は、前例のない、グリーンランド語による歌詞を歌い、音楽の中で、 伝統的なドラムダンスの要素を使うことで、ローカルなロックシーンを独力でスタートさせた。シンガーのラスムスルベルトラスマス・ライバースは、シンプルなエンターテインメントを目指して歌うことで、グリーンランドの音楽に変化を与える、最も大きな役割を果たした。その他の注目に値するローカルなパフォーマーとしては、G-60 およびオーレ・クリスティアンセン、オーレ・クリーステンソンがいる。 1980年代には、グリーンランドは、アールド・オーラットや、ズイダ・ザ・チダ・ザのような、ジャマイカのレゲエ音楽やアフリカ系アメリカ人のファンク、などに湖水された、多数のバンドの本拠となった。現代のグリーンランドは、アシアートで開催される、年次の、ニピア、ニピア・ロックフェスティバルにとってホームである。また、チリー・フライデー、チリー・フライデー、 喉歌シンガーのシルビア・ワット・クルティエ、シルビア・ワット・クルータ及びカリーナ・モラー・カリーナ・モーラーのようなパフォーマーたちにも本拠である。有名な現代ロックバンドには、カラーとコロッと、シー・シーソク・サシズック、アング、アング、そして、フィアスイとフィアススーツがある。1984年以降、アメリカのヒップホップ音楽が大きな影響を持ったが、ヒップホップクルーである、ヌーク・ポスイー、ヌーク・ポッセは、 近年において、最も成功を収めたグループの一つである。それ以外のグリーンランドのヒップホップのグループ、アーティストたちも、それ以来、アルバムをリリースしてきた。ラッパーには、プルシックプルシック、ペアンド、エビンドエールカスルーカスおよび、トンボトンボなどがある。これらのグループの歌う歌詞は、ヌークポスイーの歌詞に比べると、より攻撃的、刺激的であり、グリーンランドの共同体が、 その子供たちを見捨てて帰り見ないとして批判している。ブアーズ、ピコグラム、143AB、サーチングフォージャズイングリーンランド、オールアバウトジャズ、2006年4月10日閲覧。ABCD、グリーンランド、ユーデンリックスミニスティロン、2005年8月26日、閲覧。ABC、ブアーズ、ピコグラム、144ABC、ブアーズ、ピコグラム、 145ハット ABC グリーンランドアンオーバービューデンマーク DK2006 年4月1日閲覧 ABCDE ボードリーピアニッシモ374から382ノミネーションズフォーザノルディックカウンシル S ミュージックプライズ2006ノルディックカウンシル2006年5月16日閲覧グリーンランド ナショナルアンセムレファレンスページ2005年8月26日閲覧クジュアック S アンガバロックスグリーンランドミュージックファンズヌーナッツヤックニュース2005年8月26日閲覧ありがとうございます